皆様ごきげんよう。 JBTF 北海道の松本洋平です。コロナ禍で大変な時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。北海道オープン男子選手権大会を記念いたしまして、チャンピオン対談ということで、本日はこのお二方にお越しいただきました。それでは自己紹介の方お願いします。私から、はい。JBTF 北海道平田敦です。一応プロラテンアメリカンで優勝経験がある存在です。よろしくお願いします。JBDF 北海道、小野英二です。私はスタンダード部門で優勝経験がございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、本日はこのお二人からですね、根掘り葉掘りいろんなことを聞いていきたいと思っております。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お二方はですね、北海道2000年代を代表する、素晴らしいダンサーだと思っております。平田敦先生は北海道ラテンチャンピオンおよび全日本テンダンス選手権ファイナリスト、最高位確か準優勝そうですだったと記憶しております。はい、小野英二先生は全道スタンダードチャンピオンおよび全日本ファイナリスト、日本インターン2005年、2005年か、2005年、おお、ファイナリストだったと記憶しております。うん、そうです。はい、そんなお二方ですけれども、まずお互いのダンサーとしての印象を、お二方にお伺いしたいと思ってますが、平田先生、まず小野先生の印象はどのような感じだったでしょうか。まあ、印象というか、私がダンスを始めた時のきっかけとなった存在ですから、北海道大学の競技舞踏部という部活動で競技ダンスを始めたんですけれども、私が1年生で入学した時の4年生が当時の小野先輩ですから。なるほど。そこからずっとのお付き合いで、印象も何もスタートのダンスを始めたきっかけの存在ですよ。1年生にとっての4年生ってのはもう神のような存在と思いますからね。はい。小野先生、平田先生の印象はどのような印象を持ちでしたか。まあ、そうですね。まあ、僕はまあ、逆に僕が 4年生の時に新入生で入ってきて、まあまあ、その時の、まあ、最初の、まあ、印象からすると、いや、すごいな、なんかここまで成長したなと、まあ、プロとなって一緒にやるとは思ってなかったですけどね。まあ、あとは、まあ、平田先生は、まあ、先ほど紹介にありましたが、まあ、テンダンスチャンピオンということで、まあ、そうですね、テンダンス、まあ、僕なんかほとんどスタンダードしかやってないんですけどね、まあ、両方、まあ、現役の時に、まあ、練習してたっていうのは、まあ、時間配分とか、まあ、素晴らしいなと思ってますね。まあ、僕なんかスタンダードやるので精一杯な感じだったんで、まあ、そこら辺のところも、まあ、どうやって練習したのかなと思って、まあ、聞いてみたいぐらいですね。なるほど。ターンプロをしたきっかけ、何か何だったんでしょうか。私はですね、まあ、部活動で始めたっていうのもありますけども、その3年生ぐらいの時に、結局、団体優勝したんですよ、北海道大学が、全日本で。それで、プロの世界に挑戦してみたらどうなんだろうっていうような、自分を試したい欲求が出てきたっていうのと、で、またその時習っていた先生からも、せっかくここまで来たんだから、アマチュアチャンピオン、4年生の時にアマチュアチャンピオンかな、北海道の。で、それ、もうやめちゃうのもったいないから、プロで挑戦してみたらどうだっていうような声がかかったっていうのも、一つのきっかけですね。小野先生は、いかがでしょうか。そうですね、まあ、大学、まあ、一応学生の時も全日本戦でスタンダードで優勝させていただいたんですよ。で、まあ、で、4年生終わるぐらいに、なんかちょっとプロでやって、やっぱり挑戦してみようかなっていうふうには思って、まあ、ただ、親にも反対されて、まあ、その頃、今の湯気先生と、まあ、一緒に大学の時からカップルで組んでたんですけど、まあ、やるのはどうかしたら、まあ、
まあ、もちろんその時は反対されて、まあ、一時は諦めたんですけど、まあ、その時決まってた就職がですね、決まってたんですけど、ちょっと留年しそうで危ないっていう、まあ、そういうのもあって、じゃあまあプロになってみようかなっていう、まあ、そういう感じで、まあ、プロになることになりました。ダンスのしすぎで留年しそうになったと。まあそういうわけではないからあまり勉強しなかったですけど、まあ、プロになったからにはですね、誰もが必ずチャンピオンを目指して、精一杯頑張るわけなんですけども、それでも実際にチャンピオンになれるっていうのは本当に、その大会の一人しかなれないわけなんですけども、チャンピオンになれた秘訣みたいなのがあれば、私はこれをしたからチャンピオンになれたみたいなのがあればお聞かせ願いたいんですけども、いかがでしょう。そうですね、まあ、私の経験談からですけども、デビューする前からなんですけど、ずっと一人のコーチャーに指示してたわけなんですよ。まあ、東京の先生に習ったんですけど、タンプロしたのが、タンプロというかプロの競技会に初出場したのが2月の小樽で行われた C 級戦だったんですよね、クラス別競技会で。1月の段階で、要は大学の部活動がその前の年の12月で終わって、1月に UK 戦あるじゃないですか、はい、イギリスの、はい、三大大会の一つです。で、それを見に行ったんですよね。あ、なるほど。出場じゃなくて観戦。観戦だけ。見に行った、見に行ったんですよ。で、そこで世界を見て、で、そのレース、その UK 行った時の帰りだったか、前だったかちょっと忘れちゃいましたけど、そこからもうすでにその東京の先生にレッスンを受けたんですよね。で、そこで、まあ、これからプロでやっていくんですみたいな話をして、レッスンを受けて、2月のデビュー戦を迎えたと。そこから、まあ、今もそうなんですけど、引退するまでずっと同じコーチに習い続けたんですよね。で、それが結構意外らしくて、そういうプロなかなかいないよっていうふうには言われた経験がありますね。要は成績が、例えばですけど、成績が思うように振るわなかったら違ったアドバイスが欲しいってなって、ちょっとアドバイスをもらうパターンもありますけど、完全にコーチそのものを変える選手ももちろんですよね。で、それで成績が出るタイプの人ももちろんいるんですけど、私はどちらかというと一途にっていうか追求していくのが好きなタイプなんで、一つのスタイルを、そうですね、それがたまたまと言ったら変ですけど、その自分が貫いたスタイルが評価された大会がで優勝できたっていうのがあるのかなと。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことなんですね。はい、はい、それが評価につながったと、うん、はい、なるほど。この先生はチャンピオンになれた秘訣はこうだったんじゃないかみたいな、はい、そうですね、まあ、まあ、まあ、パートナーのおかげかなと思って素晴らしいですね、まあ、あと、まあ、練習やっぱりしましたね、すごい、まあ、僕はあの器用な人間ではなかったので、まあ、まあ、反復練習というか、もうひたすらもうナチュラルターンを何百回何千回ともうやったっていう、そんな感じで、もうとりあえずもう数こなして、もう何回も何回もやって、まあ、覚え込ませたっていう、そんな感じで、だと思いますね、はい。まあ、お二人ともすさまじい練習量を重ねてこられたお二人だと思うんですけれども、練習の量と質のバランスみたいなものってどうお考えですか。量なのか質なのか、うん、量はね、まあ、小野先生もそう言いましたけど、量は自分がその当時はそれが普通だから、多いんだか少ないんだかっていうのは
自分では判断もできないんですが、例えば仮の話ですけど、1日12時間ぐらい練習する人がいたとするじゃないですか、はい、でその人にとってはそれが当たり前だったら、いや、そんなにしてないんだけどなってなるけど、1時間しかしてない人がしたら、半日もしてるのすごいってなるわけです。っていうことを考えると、単純に時間だけでは判断できなくて、やっぱりあの内容、質も、もちろん練習量があるのが前提で、質が高い練習がある程度はできていたのかなっていうのがありますね、うん、やっぱりあの10ダンス両方やってたので、一つの種目になんていうか配分できる時間が少なくなるじゃないですか、はい、そうするとやっぱり効率の良い練習法で、うん、練習だったり共通点を見つけるような内容の練習をしてできていたのかなっていう感じがありますね。大先生もその辺は、まあ、そうですね、うん、あとはあのやっぱり一応基本的なこうベーシックの練習にやっぱりかなりまあ、先ほどナチュラルターンって話したけど、まあ、もうナチュラルターンで終わった時もあるぐらい、やっぱりそういう基本的な練習を、まあ、質としては、ね、メインにやって、まあ、なんぼ時間かけてもやっぱりただ踊ってるだけでは、まあ、上手にはならないと思うので、やっぱりそういう基本的な反復練習とかっていう意味での質っていうのも大事じゃないかなって思ってますね。なるほど、そうですよね。そう思います。さ、あのお二方が、現役でダンスをされてた頃と今のダンスと、変化みたいなものは感じられますか？それとも何か一貫していると思っておられるのか、その辺ちょっとお聞かせ願いますでしょうか？私から。はい。まあ、ラテンアメリカに関してなんですけど、まあ、スタンダードもそうなんですけど、あの自分が踊っていた時代の振り付けと今の振り付けを比べると、当時自分の時でもそういうふうには言われてたんですけど、やっぱり音楽のシンコペーション分割する割合が多くて、当然その音楽表現するためにステップの数が増えるっていう印象がありますね。例えばルンバで1、2、3、4あって、一般的には2と3と4番で3歩立ったところ、極端な話、全部にエンドカウントがあって、ルンバに関わるにしても、歩数が多いとか、うんうん、まあ、サンバなんて、今、何のタイミングでステップしてるのかなっていうのが、スローモーションで見て、やっと判別できるぐらいの振り付けになってきているなっていう印象はありますね。振り付けが複雑化してきている。うん、その分音楽表現が豊かになってるなっていうのがありますよね。はい、先生はどう？そうですね、スタンダードもやっぱり同じですね。はい、やっぱりワン、ツー、スリーでやってたステップがワン、エンド、ツー、エンド、スリーって歩数が増えたり、はい、まあ、その分スピード感とか、まあ、そういうのは見えてきたり、はい、まあ、一歩ずつ多いんで、その間のこうかアングルとかシェイプとか大きさも、まあ、昔より、まあ、僕たちがやってた時より、まあ、僕たちやってた時でも前から比べたら、そう、何やってるか分かんないとか言われたり言ってたけど、まあ僕が今こう、そう、今の、まあ、原因から離れてきてみたら、まあ、僕たちやってた時よりはまあかなり、まあ、ステップも複雑になり、まあ、タイミングもよりシンコペーションのステップが多くなったりして、今じゃなくてよかったなって思ってますね。今一緒に踊れって言われたら大変ですよね。厳しいなとか、うん、なんかこう複雑なステップを涼しげに軽やかに踊ることで技術を見せるみたいな部分があるんでしょうかね、うん、はい、逆もありますけどね、うん、逆っていうのは今見てるのがそっちじゃないですか、うん、で、いや、かっこいいなと正直思うんですよ。で、実際に試しに踊ってみて、こんな難しいことを今やってるんだっていう驚きもあるんだけども、昔のビデオを見たら、やっぱりこれだよなっていう、うん、そうですね、うん、そういうのを、うん、改めてその当時のダンスの素晴らしさ、うん、それを再認識するっていうか、今から見て過去がよく見えるっていう、なるほど、うん、そうですよね、うん、なんかこう変わっていくものと変えちゃいけないもののバランスみたいな部分が
大事なのかなと思いますけどね、うん、はい、ありがとうございます。それでは、まあ、例年ですとこの時期はあの北海道インターナショナル男子選手権大会が行われる、時期なんですけれども、まあ、コロナ禍のため残念ながら昨年は中止となりまして、今年はその代わりの競技会として北海道オープン男子選手権大会というのが行われるんですけれども、今大会の見どころ、注目選手、プロアマ問わず、もし何かありましたらお二人にお聞かせ願いたいと思いますが、いかがでしょうか。まずですね、まあ、見どころといいますと、札幌でオープン戦が開催されること自体が基本的には有観客ですよ。無観客ではやりましたけども、お客さんに見ていただく状況で札幌で開催するっていうのがもう1年ぶり以上の話ですよね。そうですね。1年半ぐらい、うん、そうですね、うん、久しぶりですね。去年は秋無観客、無観客でやってて、ね、2月のはクラスブラスですね、MC が。オープン戦って言ったら1年半ぐらいですね。ドースポ以来ですね。2019年の新総裁です。だからそういう意味ではもう全てが見どころだと、うん、なるほど。そうそうですね、うん、先生どう思いますか。うん、そうですね、まあ、あと、まあ、まず、まあ、スタンダードで言えば、ね、今、まあ、大西組が、はい、まあ、チャンピオンとして、はい、もう、まあ、全国的にも活躍してきて、それで、まあ、今回もどういうふうになるのか、まあ、やってみないと分かんないんですけど、まあ、それに続いてる、まあ、鈴木組、はい、佐藤圭介組、はい、まあ、ここが、まあ、どこまでその大西組に対してこうチャレンジしていくか、まあ、そういうところも見どころですよね。どれだけ近づいて、はい、おって思わせる踊りができるか、うん、まあ、お客さんはそういうところをこう、まあ、望んでるんじゃないかなと思いますね。なるほど。まあ、あとその4、5、6で言えば、まあ、そこに入る誰が入るかわからない、そこを狙っていくっていう、まあ、そういうところを、まあ、入れ替わりがあり、そういうのがあると、まあ、見てても楽しいんじゃないかなと思いますね。なるほど。ラテンアメリカの方は、ラテンはですね、まあ、小野先生時代の時もそうでしたけど、いわゆるレジェンドと呼ばれるぐらい長年こうチャンピオンの経歴を重ねてきている宮下組、今もなおなんていうか進化し続けている、そうなところがありますよね。年齢、本来であれば年齢的には一般的なスポーツで考えるともう平均値をはるかに超えた年齢だけど、生で見たら、いやいや数字で測るものじゃないよと、年齢に関して言う、そうです、そうですね、うん、でそれに対してじゃあ他の選手はどうなのかっていうときに、やはりその年齢とか、まあ言い方変だけども、年齢を重ねることで味が出るダンスとかっていうのも魅力じゃないですか。そうですね。我々のダンスって。そうですね。だから年を重ねると良さが出てくる部分もあるし、逆に若さ、よく言うのがフレッシュなっていうのがありますけど、はい、それがもうズバ抜けてフレッシュな選手がいたら、おわ、この時代が来たかみたいなのも出てくるだろうし、だから同じ土俵で戦ってるけど、それぞれの良さ、武器というか、ここで勝負してくるっていうのは、それぞれのペアの良さが、逆に言うと今はいろんなのが出てきてるのかなっていう、そういう見方するとちょっとまた面白い見方ができますよね。うんうん、はい、スタンダード上位3組は3組とも違った個性を持っているので、それを見てて楽しいかと思います、うんうん、そうですね、はい、打点は誰が宮下先生を打ち負かすので、うん、そうですね、うん、大きな壁に向かって、うん、大いにチャレンジしていっていただきたいと思ってますね、うんうん、そうですね、はい、なるほど。さ、まあ、今全世界的にですねコロナ禍ということで、我々ダンス界もですねなかなか制限を強いられているわけなんですけども、コロナ禍における今後の北海道のダンス界について何か思うことがあればお二方にお聞きしたいんですけども、平先生何かありますか。そうですね、まずは安全に大会運営開催していくっていうのは
前提なんですけども、それはもうダンスに限らずあらゆる面でそうですよね。でその中でコロナ禍だから例えば歓声、声を出した声援っていうのができないわけじゃないですか。で我々の世代だと自分の背番号だとか名前を呼ばれること自体が疲れた体の時でも応援されてるっていうのでエネルギーになるっていうのは実感できてましたけど、今それができないって言った時にやっぱり応援の仕方が変わってくると思うんですよね。でタイミングよくと言っては変ですけど、コロナ禍になる前からダンス以外のジャンルからの応援グッズ、光る棒だったりとか、まあ、うちは結構根付いてますけども、そういった応援グッズ、それがね、結構これからどんどん主流になっていくんじゃないかなっていうのがありますよね。うん、規制も、規制っていうか、どんどん緩和して、もうすごいのが出てくる。想像つかない。そうですよね。うん、先生はどう？まあ、そうですね。まあ、今のそういう応援グッズもそうですけど、まあまあ、平田先生言うように、まあ、まずは安全にすることも大事ですけれども、まあ、このコロナ禍で、まあ、逆境の中で、まあ、どう、まあ、競技会を変えて改革していけるかっていうのも今こう変えることができたら今後も、まあ、それに向かって何かこういいものをより良い競技会を作れるんじゃないかなと思うので、まあ、今がチャンスだと思っていろいろ変えていいものを取り入れたりしていきたいなと、競技会の運営の方でやっていきたいなとは思ってます。なるほど。結構ね、実は副案結構あるんですよ。お、副案、まあ、我々ちょうど事業部という競技会を運営していく肝になる部署にいるから情報に近い存在にいるんですけど、やはり今後のダンス競技会というのはエンターテインメント性、これを高めていく必要があると思うんですね。さっきの応援グッズもそうですけど、うん、結局今まで直接応援に行った人が会場に足を運べない環境にあると、まあ、無観客がやっと有観客でできるっていうふうになりましたけど、そうすると無観客にしてもそうだし、有観客でも枠があるわけじゃないですか。これ以上会場に入れませんから、はい、それ数にから溢れるダンス愛好家がいらっしゃるわけなんですよ、うんうん、なるほど。そういう人たちに選手の映像を届ける、例えばライブ配信ですよね、うん、競技会のライブ配信、うんうん、まあ録画したものの配信は今はやってますけど、うんうん、やっぱりリアルタイムで見たいっていう声は必ずあるはずなんですよ、うん、そうですね、でそれを実現しているところもありますよね、うん、東部であったり西部であったり、うん、そうですね、でもそうですよ ね、 そうですね。そのノウハウを我々もどんどん学んで、うん、で実現していこうと、まあその実はのつてもあるんですけど、なるほど、ちょっと勉強させていただく、今後にご期待ください、うん、皆さん頑張りたいと思います。そうですね、ぜひ実現させて、うん、ちょうど何かこうコロナを通じてまた違った意味にチャンスがいろいろ、新しいことやチャンスが今、来てるといったところでしょうか。そうですね、うん、はい、変革の時期ですね。そうですね、うん、変わっていかなきゃいけないかなと思ってます、うん、はい、それでは最後の出場選手への応援メッセージがあれば、応援メッセージお願いいたします。はい、まずはですね、このコロナ禍で一番厳しいなと思うのが体力面だと思うんですよね。マスクをしなきゃいけない、うん、これ競技選手じゃなくてもただ日々のダンス指導だけでも苦しいわけじゃないですか。それが競技選手のスポーツ的な要素を持った運動を強いられるわけですよね、うん、なので相当苦しいとは思うんですけども、逆にその苦しさをみんな理解してるんで、なんていうか、温かい応援の度合いっていうのは前よりも増えてるはずなんですよ。頑張れっていうか。確かにそうです。だからそれを声としては、声援としてはなかなかまだもらえないですけども、みんなそういうふうに
応援してくれる気持ち持ってますよね。それはやっぱり、なんていうか、無言の応援だけど感じ取って、エネルギーにしてほしいなと思いますね。なるほど。小野先生。そうですね。まあ、先ほどの協議会の、改革についても、ピンチをチャンスに変えるっていう、そういう感じですけど、選手にとっても、今コロナ禍の中で、思うように練習ができないとか、そういうのも、コーチャーに習いに行けないとかもありますけれども、逆に言うとその中で頑張ってやってきた選手っていうのはこう順位が変わったりする大いにチャンスあると逆に思うんですよ、ね、これをこの時期に。なので選手には、今がチャンスだと思ってこう頑張って少しでもこれを機にってわけじゃないですけど、何かチャレンジして、頑張って、当日頑張ってもしょうがないんですよね。もう日々の練習の中でですよね。なんですけど、日々の練習でこう何かここでっていうのを、見せていただきたいなと思ってます。はい。はい、今日はですね、貴重なお話をたくさん、聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆様、それでは6月27日日曜日、ホテルエミシア札幌にてお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。